皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今日は、エルジャパンの公式 YouTube で公開された B ファーストアズエ文字という企画についてご紹介したいと思います。まずは、4月27日なんですけれども、雑誌のエルジャポンが発売になりました。これは B ファースト特別版増刊エルジャポン2022年6月号。 なんですけれどもそちらの発売に合わせてエルジャパンの公式 YouTube で BE:FIRST as 絵文字という企画が公開されましたでこれがどんな企画かというと BE:FIRST のそれぞれのメンバーがどんな個性を持っているのかということを絵文字で伝える企画なんですけれども、まあ、例えば1人のメンバーに対して 全員が、えー、そのメンバーのことを絵文字で表現して「それどういうこと?」みたいな感じでそのメンバーが突っ込んでいくっていうような動画になってましていつものプライベート感っていうか仲良ししさ満開のわちゃわちゃ感が見れるすごく楽いい動画になっていますで合間合間にですね雑誌の初撮影風景もあの流れるような構成になっていたので。 かわいいわちゃわちゃ感の間にプラダを着たバクイケビジュの B1st が見られたりしてその二面性が楽しい内容になっています。エルジャパンさんの企画っていつも面白いですよね。前回は11月7日の竜兵くんの誕生日の日に撮られたものだったんですけれどもソングアソシエーションといって お題のワードで思い浮かぶ歌を歌うというような企画もありましたこちらもそれぞれのメンバーが普段どんな曲を聴いてるのかなっていうのが分かるようなゲームというか内容でしたパッと思い浮かぶっていうことなのでやっぱり本人の中にこう 記憶っていうか思い出に残ってるような曲がパッと浮かぶと思うのでメンバーのそういったプライベートな一面も垣間見れるような楽しい企画でしたこのソングアソシエーションっていうのはいろんなアーティストさんがやられてるのでもし興味があったら l ルジャパンの YouTube 覗いてみてくださいそんな感じで BE:FIRST 最近雑誌の表紙もいろいろと務めて バイグッバイの発売に向けてますます盛り上がってきているなという感じがありますので、私たちも一緒に楽しみながら応援していきたいと思います。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。